皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、AI の時代に教室運営がうまくできている先生がやっていることについてお話をしてみたいと思います。AI の時代っていうことはですね、まあ人間が関わらなくてもですね、例えばデータ収集とかですね、まあそうですね、感情が関係ない部分のもう本当に機械的にできてしまうことっていうのは、まあ、調べれば出てくるしできてしまうんですよね。ですからそういう時代で教室運営をしていくっていう時には、まあ、インターネット上でちょっと調べればですね、まあ、山ほどいろんな情報出てきてるわけですよね。ですからそれをどういうふうにジャッジメントをしてどういうふうにご自身の運営に生かしていくか、教室の運営に生かしていくかっていうのは、まあ、その先生、ご自身のもちろんそうだな、情報収集能力があったりとかですね、資質、個性とかっていうのもあったりはするんですけれども、大まかに、まあ、こういう考え方でやられていくといいよという、まあ、そういったお話を今日はメインでしていきたいというふうに思います。この話をしようと思ったきっかけっていうのがですね、私のところにコンサルに入る前とかですね、例えばご自身で独学で本を読んだりとかネットでやって、でそこに載ってる情報を主に集客をやってなかなかうまくいかなくてっていうことで、まあ、ご相談にいらっしゃるケースと、まあ、あとは、まあ、残念ながらですね、その例えば最初とか2番目についた方とかがまあ、コンサルタントとして選んだとしても、その方が本当に欲しいコンサルタントの力量と自分が欲しい情報とか合っていない場合には当然うまくいかなかったりするケースがあります。例えば私は教室系、自分もやってきたから教室系専門でやってますけれども、めちゃめちゃすごくよくできる凄腕の経営コンサルタント、大企業ばっかり見てる人がやらないんですけどね。例えば教室の先生のコンサルをやるっていうと、多分勝手がわからないし、扱うお金が億とかを普段扱ってるような会社を見てる人が、月に10万とか20万稼ぐとかっていう教室の人を見ても話がそもそも噛み合わないですよね。だから大手には大手の戦略もあるし、大企業には大企業の戦略もあるし、教室集客をやりたい人には教室集客の戦略っていうのがあるので、その規模とか得意分野とかに合わせて当然やり方とかが変わってくるんですよね。ですから独学でうまくいかないっていうのは、その方に自分の事業に置き換える能力があれば多分置き換えてやっていけるんですよ。だけれども本っていうのは主に汎用的に書いていたりとか、あとネットの情報でまだ自分が実践したのを書いてくれている人の情報であればまだいいんですけれども、二次情報にしている方もいらっしゃいますね。どこかの本で読んだのを自分がさも実践したかのように、実際は実践してないんだけれども、匿名でですよ、記事を書いて、まあ、アクセスを増やしてとかアフィリエイトみたいな形でこう自分の違う、ね、広告宣伝のためにアクセスを増やしてとかっていう、そういう記事を書く方とかもいらっしゃるので、信憑性がわからないんですよ。どこまでそれって本当に有効で、その人は本当にやったのかっていうところまで考えてしまうとですね、なかなか、どうかなっていう情報も結構多かったりします。なので私、まあ、いろんなコンサルの方とお話とかもしてたりとかはするんですけれども、みんなが別に隠したくって隠しているわけではなくてですね、それをネットで情報配信したとしても、その人が体験していたりやっていることでなかったりした場合には、まあ、それっていうのは再現性がない情報になってしまうケースがあります。あとは業界が違ったりすると全く通用しないっていう話があるので、本を読んだのにうまくいかなかった、ネットの情報を調べたのにうまくいかなかったっていうのは往々にそうここが原因であるケースもあるし、コンサルタントだけが悪いわけではなく、そのどういう業界の人で自分の業界のこと得意なのかどうなのかとか、あと女性なのか男性なのかとかですね、自分の業界だったらどっちの方の性別のタイプなしは気持ちが分かるタイプの人の方が合ってるんだろうかとか、そういうのも当然選択肢の中に入っているので、
必ずしも別にコンサルをつけることが正解ではないし、ネットで勉強するのが悪いことでもありません。ただ情報が溢れていて、自分にとって必ずしも役に立つわけではない情報もごまんとあって、その中でそれを信じてやってみるとすると、うまくいかないケースも非常に多いんですね。そうすると時間がかかるし、場合によってお金もかかったりとかすることが多いので、多分一番惜しいのは時間がかかることが惜しいかなっていうふうに思うんですけれどもね。じゃあどうしたらいいのよっていう話なんですけれども、ポイントは一つです。良質な情報を取って、その情報に基づいて迅速に動くことっていうことですね。スピードが速くっていうことです。いい情報に出会えてもですね、本当に今世の中の時代が早いので、まあゆっくりもたもたしていると、そのせっかく思いついたアイデアとかいいことが、まあ、他の人とかがやってたりとかして、せっかく構築をしたのが大したことない二番煎じに見えてしまうような、まあ、そういうものになってしまったりすることとかもねあるんですね。だから情報、良質な情報を捉えたら、それをなるべく早く迅速に実現化させるっていう行動力、アクションがこの時代には必要になっていて、私が見ていて教室運命がうまくできている先生っていうのは、まず情報のキャッチ能力が高いっていうこと、一つ目ですね。キャッチ能力だから、それが日本の情報なのか海外のトレンドなのかって別として、やっぱアンテナきっちり張ってるし、情報収集とかもそつなくこなしてますね。いろんなものを見ながらとかで、それを自分の中に取り入れて加工をして、そしてそれを自分の教室運営に生かしていくみたいなのが、非常に速いスピードでパッパッパッってできる人、上手だなと思って見ています。で、迅速にっていうのがポイント で、それが今一つ流行らなければ、また次に違うのすぐやればいいっていうことができるのは迅速にやってる人で、作り込みにめちゃめちゃ時間がかかると、それが正しいか正しくないかわからないのに、めちゃめちゃ時間をかけて出した挙句には遅かった、トレンドから遅いよ、あとはそれが好まれるものじゃないよっていうのになって、またがっくりっていうことになったりするので、うまくいってないタイプの人は情報の取り方のリソースを間違えてるケースがある。要は信憑性のある場所から取りましょうっていうことですね。実際にそれをやったことがあるとか、見たことがあるっていうような人からの話を聞けたりするのが本当は一番近かったりします。なので、私も本はね書いてますけれども、載せきれないんですよ、本の中に。だから出し惜しみしてるんじゃなくて、載せきれないだけです。原稿の都合とか、何枚で書いてくださいっていうページ数の指定とかがありますからね。もっと書きたいんだけど書けないのをどこまで凝縮して書いていくかっていう、ノウハウを書いていくかっていうのがあるので、足りない部分はその万人受けって言い方変ですけど、こうざっくりした大まかな感じで、今私が発信しているようなこういう動画を見ていただいて、それを自分に変換していただくっていう方法でやることもできますけど、一番早道で近道は自分用のカスタマイズされた答えをきちんともらって実践するっていうのがやっぱり早いですよね。だから自分用の答えっていうのがポイントになります。自分用の答えを自分で変換してしまった場合には、自分のフィルターがかかってしまうので、結局同じことの繰り返しになる人も結構多くて、私の方で例えばお話を伺うと、かなり大掛かりに調整かけないとダメな方とかもやっぱりいるんですね。同じやり方ではまずもう立ち行かないとか、業界特性とか地域特性とか、その方がやってきた背景とかによっては、大手術と言えるぐらいの抜本的な改革をしないとその先が持たないかもしれないっていうような運営されてる方もいらっしゃる。その時にその方が、じゃあ例えば自分用のカスタマイズされた情報じゃなくて、何かしらこう見ることができる自分で調べた情報をもとに自分で動いたらうまくいくのかっていうのは、確率的には低いっていうふうに感じています。なぜならばその人のフィルターを通してその情報を見てしまうので、うまくいかなかったっていう状態がすでに今あるのに、その目で見てしまうから、やっぱりうまくいかない情報を引き寄せてしまう可能性がありますよね。だからここ結構ね難しくって、客観視するのが得意な方っていうのはそこ割とうまくいきます。でも客観視するのがそんなに得意じゃない方っていうのは、結局同じことの繰り返しでぐる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 堂々巡りで回っちゃうっていう方も結構いらっしゃいますね。
ていうことはね、やっぱ引いた目の第三者の目とかがどうしても必要で、今は教室運営とかにも二人三脚的な感じでコンサルタントみたいな人がいるっていうのはスタンダードかなっていうふうに思ってます。ちなみに私も経営コンサルタント自分が起業した時、起業する前1年前からつけているので、もう都合9年とかになり、9年10年目かになりますけれどもね、非常にそういった部分でずっと事業を安定的に伸ばし続けるためには、客観視するないしはチェックする視点とか目線っていうのがどうしても必要になるので、その方からの情報は顔がもちろん見えてるっていうことと、言ってることに従ってきた結果うまくいってるっていう、まあ、そういう信頼関係があるので、まあ、良質な情報として捉えていますよね。でその方がこう動いたらっていうことに関しては行動も迅速に私も動きますし、良質な情報っていう出どころが知れている、安心した出どころから出てるものだから、それに沿って動いていけば間違いないなと思って動いているわけですよね。だからここの情報の取り方を間違えてしまうと、みんながいいって言ってるからとか、それが自分の業界とあなたに合うかどうかわからないという状態なのにそれでやってしまったりするとですね、うまくいかないケースとかもあるけれども、自分でそれがまたわからない、そうするとすごく時間もかかって遠回りになる方もいらっしゃるので、ポイントとしては良質な情報っていうのは、少し残念な話なんですけど、ネット上に溢れてないやはりきちんとしたところに本当の情報はあったりするので、ネット上に出ているいい情報もあります。ただ確率論として難しいっていうだけですね。だから早道で事業を構築していってうまく運営をしていきたいというふうになるのであれば、出どころがちゃんと信頼できる元の情報をちゃんと取る、だからアンテナも必要だし人とのご縁も必要になるんですけどね。そしてかつ早く動く、動きが遅いと情報が変わってしまって情報がね腐っちゃうんですよ。旬な情報だったらうまくいくものがずれると、それがもう旬じゃなくなると、賞味期限があるので、情報っていうのは普遍的な情報ももちろんあるんですけれども、割と賞味期限が短いタイプの情報とかも多いので、そうすると短い短期間にそれをパッと動いて、成果を出していくっていうことができる人は常に成功し続けるしうまくいき続けるですね。見切りも早いです。だからこれそうじゃないなって言ったらパッと切り替えるとか、執着しないタイプの先生多いな、うまくいってる方はっていう、その印象はあります。根幹的に自分の軸になるところは絶対変えないんですけれども、そうじゃない表層的な部分はどん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 変化と変化をさせていって、それでうまくいってるケースがある方も結構多いなっていうのは感じている今日この頃です。ということで、まとめますと、AI の時代ですね、教室運営をうまく生き続けている先生っていうのは、良質な情報を取って迅速に動いている、まあ、これがポイントかなというふうに思いますので、自分の動きがなんか迷走するような情報ばっかり取っちゃってるとか、あとは動きが遅いなと思う方は、ぜひそのあたりを気をつけてみていただければというふうに思います。それでは。